コリントの手紙第1の一章神の御心によってキリストイエスの人として召されたパウルと兄弟ソステネからコリントにある神の教会、すなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に生しとして召されキリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの 主主でであるとともにその全てののすて人々の主です私たちの父なの神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも神に感謝していますというのはあなた方は言葉といい知識といい全てにおいて キリストにあって豊かかなものとされたからですそれはキリストについての証があなた方の中で確かになったからでその結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなくまた熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして 最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお,めお召しによって、あなた方は神の御子、私の主イエス・キリストとの交わりに入れられました。さて、兄弟たち、私は私たちの主イエス・キリストの皆によって、あなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心を 同じ判断を完全に保ってください。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました兄弟たちあなた方の間には争いがあるそうであなた方は命名に私はパウロに着く私はアポロに私はケパに私はキリストに着くと言っているということですキリストが分割されたのですがあ,あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか私はクリスポとガイオの他あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しま感謝しています。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。 私はステパナの家族にもバプテスマを授けましたがその他誰にも授けた覚えはありませんキリストが私をお使いしなったのはバプテスマを授けるさせるためではなく福音を述べ、えー、伝えさせるためですそれもキリストの十字架が虚しくならないために言葉の知恵によってはならないのです十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても 救いを受ける私たちには神の力ですそれはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか学者はどこにいるのですかこの世の議論家はどこにいるのですか神はこの世の知者を愚かな者にされたではありませんか事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは 神のの知恵によるのです。それゆえ神は御心によって選挙の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人はしるしを要求しギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、イホウ人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても。 召さ,召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし、神は知恵あるものを恥ずかしめるために、 この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。また、この世の取りに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわち、あるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかし、あなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは、 私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられなられました。まさしく誇るものは死を誇れと書いてある通りになるためです。